テキサス100年記念博覧会で使われた取材許可証取材許可証とはジャーナリストに与えられる取材上の証明書、記者証、取材証と呼ばれることもある。取材許可証を発行する機関は大きく3つに分けられる。警察などの役所によるもの、隠し模様子の主催者が発行するもの、報道機関によるものである。取材許可証によって効力に違いがあるので、 一人の記者が複数の取材許可証を持つ場合もある。取材許可証の効力の代償は、その発行元によって異なり、場合によっては法的な特権がある場合がある。なお、身分証明書でもある記者証と入場許可証である取材許可証とは厳密には異なる。アメリカ合衆国では、市、軍、州などの地方警察が取材許可証を発行する。 そのような取材許可証があれば、公務に支障を与えない限り警察や消防の立ち入り禁止の線の中に入ることが許される。警察からの取材許可証を受けるには審査がある。面接が必要な場合もある。警察からの取材許可証が与えられるのはニュース速報を行う記者に限られる。編集者、編集委員、フリーランサー、ブロガーに与えられることは少ない。 警察から出される取材許可証は政府記者会見などでは通用せず、あくまでも災害などで臨時に設けられた立ち入り禁止区域に入るためのものである。取材許可証に加えて取材のための駐車許可証が与えられることもある。レポーター、カメラマンなどに与えられることが多い。アメリカ合衆国には居住者のみ許可の駐車地帯があるがそこに駐車することができたり、 パーキングメーターの費用が免除される場合もある。ただし、この駐車許可証があれば、どこに駐車しても良いわけではない。1900年のウィリアム・ジェニングス・ブライアンの講演会で発行された取材許可証見本紙、フェスティバル、スポーツイベント、各種の表彰式などで発行されることが多い。記者バッジの形で与えられることも多い。イベントの主催者にとってもマスメディアの取材は、 歓迎されれるるここととががが多多いいので特権与えられることが多い通常、取材許可証を得るためには、事前の申し込みが必要である。その際に、過去の発表資料や報道機関発行の推薦状が必要な場合もある。記者以外に許可証が与えられることは少ないが、審査に通れば、ブロガーに与えられることもある。見本市などでは、 取材許可証とともに取材資料が送られてくることもある。取材許可証を与えられた者は用人へのインタビューが認められたり、特別な部屋を与えられることもある。なお、イベントに出演する芸能人の肖像権、パブリシティ権管理上の問題やイベントコンパニオンを撮影しようとする、いわゆるカメラ小僧への対策等の理由でカメラマンに対しては、 通常の取材許可証とは別の撮影許可証を発行し、撮影許可証のないものについてはジャーナリストであっても、撮影を拒否することがある。スポーツ競技や学校行事などのために取材許可証が発行されることもある。自由に取材ができる取材許可証である場合もあるし、そうでない場合もある。最前列の観客席を与えられたり、専用の部屋が用意される場合もある。 スポーツ競技の場合には、スタジアムのすぐそばで発行されて、記者席を利用する権限が与えられることが多い。記者席の費用は、一般入場者から徴収した料金で賄うことになるので、発行される記者席の数はそのイベント次第である。一般に対して、非公開の行事にも取材許可証が発行されることがある。ただし、公開行事に比べると取材許可証が与えられる。 条件が厳しく、その分野の専門記者などにのみ与えられることも多い。ウィキニュースが発行した取材許可証報道機関自身が記者証を発行する場合がある。このような記者証には法律上の特権はないし、イベントへの入場証の代わりにもならない。あくまでも身分証の一種に過ぎない。イギリスではイギリスプレスカード協会の会員が、 全国標準の記者証を発行している。その会員である定期観光物協会は報道記者であるためには誰の許可もいらないが、この証明書があれば必要に応じて自分が報道記者であることを説明できるので便利であると説明している。アメリカ合衆国のフリージャーナリストは国民記者協会から記者証をもらうことができるし、パから記者証をもらうこともできる。 取材を受ける側の団体があらかじめジャーナリストやカメラマンに対して取材許可証を発行し、その団体参加の取材対象に対し円滑に取材ができる体制を整えている場合もある。偽造防止のためのホログラムが使われている取材許可証。2005年に香港で行われた WTO 会議の物偽造取材許可証が出回ることもある。 偽造証そのものが売られることもあるし、その作り方を説明するウェブサイトもある。アメリカ PR 協会のジョン・スチュワートは、レストランや劇場のオープニング行事、スポーツ行事、演奏会、デモ活動などで偽造取材許可証を使うものは多い。犯罪現場の立ち入りに使うものさえいる。コンピュータとプリンタの発達により、誰でも数分で偽造ができるようになってしまったと。 報告している。偽造取材許可証の増加のため、偽造防止技術が使われることも多くなっている。ホログラムをカードに貼り付け、さらにその上から全体をラミネートするなどの方法が取られる。ありがとうございます。